サリガポムチューケンヤシロペンナギラサーフナカ。サーフィン自体20年以上やってるんですけど、最近は毎週いつも海に行ってるんで、結構肌が黒いんですけど、初めてサーフィンタイでする前は波があるなんて想像できなかったんですけど、例えばプーケットとか行けば天気もいいし暖かいし綺麗だし楽しい波がいっぱいあって、まあ月に1回ぐらいはプーケット行ったり。タイ人の人は笑顔は綺麗でおしゃべり好きっていうか明るい性格だなと思います。いいと思います。もちろんずっとタイにいたいなっていうのもあるし、将来はやっぱり自然が多いところとかに移動して、結婚したりして子供ができたりします。